錦鯉の長谷川雅紀です。はい、川内浩一です。お願いします。ルックまだやるか、まだやるか、はい、まだやるか、ルックもう目が届かねえんだよ、ね、はい、というわけで、はい、僕ね、ちょっと前々からちょっと気になってたんですけれども、まあ、見てる人もね、多分気になってたとは思うんですけれども、はい、もう2週間ぐらい前からですね、うん、先生の前になんか置いてあるんですよ。ずっと、ずっとですよ。これ何なんですか、これ。気がついちゃいました。いや、気がつきますよ。見てる人も絶対気になってましたよ。これ何なんだっつって。これはですね、はい、まあ、ちょっと今、お見せいたしますけれども、うん、まあ、私の占い仲間にですね、はい、シーラという方がいらっしゃいまして、シーラさん、シーラさんという方がいらっしゃいまして、彼を中心にしてちょっと、なんかこういう冊子を作ってみようかなということで、はい、作ったものなんですけれども、年末にですね、コミケというのがありまして、はいはい、コミックマーケット、うん、で、まあ、今もうコミケって言ってもコミックばっかりではなくって、はい、まあ、サブカル的なものとかいろんなものをやるらしいんですよね。で、まあ、初めてちょっとそこに出品してみようかということで作ったものがこの辺のものたちなんですけど、シーラさんと先生で一緒に作ったんですか？いや、僕は直接あまりタッチしてないんですが、まあ、彼が、他の仲間と一緒に作ったと。で、まあ、身内びいきじゃないけど非常によくできてるのでね、で、まあ、コミケ自体はもう終わったけれども、うん、ちょっと私の方でも扱わせてもらってですね、はい、希望の方にはお分けしてますよっていうことで、ここに置いてあったら目ざとく長谷川さんが見つけてしまったという。いや、目ざとくというか、気になって仕方がないでしょ。目立たないように置いといたんだけど。いや、これはあれですよね、販売なんですよね。あ、そうです、そうです。お分けするっつっても、ただで送るわけじゃないんですよね。まあ、商品の、広告でございます。はい、これ全部でワンセットってことなんですか？そうじゃなくて一つ一つね、ややこしいんですけども、まず一番最初にね、シビトスーっていう中国の占いがあるんですね、はい、でこれもともとは生年月日とか時間でその人を見るっていうタイプの占いなんですけれども、まあ、中国版の星占いなんですよ。で、この星占いを、うん、今回ちょっとカードにしてみましたっていうのが、まあ、シビトスタロットっていうカードがこうあるわけなんですね。へえ、うん、で、これカードだけだとどう使っていいか分かんないよっていう人のために、うん、まあ、こちらの、タロットの占い方とこれでまあ一つワンセットが出来上がってるわけ。あ、これをお買い上げいただければその自分でそういうのを見ながら占いできるってことね。カードになってますので、もう生年月日に関係なく占えますよと、いろんなこう日常のことが占えますよっていう、まあ、カードと説明書でワンセット、これがまあ一組の商品であるよと。ちなみにこれは2500円します。ほうほうほう。で、続いてもう一つは、はい、これはもう冊子の形になっておりますけれども、これは今の生年月日の方から占うシビト数のおそらく今日本で一番分かりやすい解説書と。へ、これ読むと、自分で星出せて、で、鑑定もできますと。こちら、1500円となっております。はい、表紙にこう漫画になっておりますが、はい、この犬みたいなのがシーラさんです。わ、まあ、かりづらいな。あ、これはシーラさんなんですね。シーラって聞くと、音だけ聞くとみんな女性をイメージするんですが、そう、僕も女性かと思った。男性です。なるほどね。長谷川さんが見てるとほら見えないから。シーラさん、はい、で、あともう一個、あ、ちなみにこの解説書は1500円でございます。で、はい、あともう一個は、うん、まあ、本当に同人誌じゃないですけれども、はい、これには実は私もちょっと1枚噛んでいて、うん、仲間何人かが占いエッセイみたいなものを書いているということで、戦術やわと、私も一文書いております。で、これは、300円と、うんうんうん、いうことになっております。なるほどね、うん、ですからちょっと、興味のある方、はい、よろしければ、こちらまで、こちらまでって原学者までか。だから欲しい方はどうすればいいかって。あ、そうですね、ここの宛先まで、ここっていうか、こちらまでネット上でですね、原学者っていうのがここの、まあ、屋号になってますので、はい、玄関の玄に、学校の学に、あと最後校舎の社ですので、原学者、会社の社じゃなくて校舎の社ですので、うん、原学者っていうので引くと、まあ、ここしか多分日本でないと思いますので、そのページがあります。で、お問い合わせいただければ、お分けできます。なるほど、はい、興味ある方はぜひね。そうそうそう、ぜひぜひ。長谷川さんは5セットお買い上げでじゃあよろしいですか？いやいや、僕10セット欲しいんですよ。言っちゃったよね。全国
ロフィールが出ました今ねだってなるほど、はい、わかりました、はい、ぜひお問い合わせをなんかまるで宣伝しちゃったみたいな、いや宣伝しただろ完全に宣伝だろ、はい、よろしくお願いいたします。